いらっしゃいませ。ベースキャンプの松尾です。今日はコンピーズの活動で呼子に釣りに来ています。たくさん魚は釣れるでしょうか。それでは行ってみましょう。今日はこのメンバーで釣りをしたいと思います。今から向こうの駐車場の方に移動をして、そこから今あそこの丸い街灯があるところの下に人が2人いらっしゃるんですけど、ちょっと手前のところで行こうと思います。去年も拡張したとこやね去年はもう本当これぐらいのクーラーボックスだったらいっぱいになるぐらい100匹以上釣ってくれる人もみんな釣ってたので、なかったこんくらいの大きな私もそうなるとは限りませんね。いいの持ってくればよかった。釣りは運次第ですから、そういうのね、はい、なので今日初めての人、いいの持ってくればよかった初めての人だった。そうなので、たくさん釣って自分たちで家帰って調理して食べてほしいと思います。じゃあそれでは向こうの方に移動したいと思います。カーディブのが、はい、あ、借りる人。リールとかの使い方に慣れてないと、バックラッシュって言ってですね、巻いてある糸がバーッと出てきて釣れたりしやすいんですよ。だからこの延べ竿でやってもらいます。延べ竿の場合は巻いたりできないので、ここについてる方の糸の長さの分だけこう上下できますけど、そんなに深くないので、もう延べ竿で十分できますから。はい、で釣り方はですね、こういう網かごというのがあって、サビキというのがあってですね、この下にこういうかごがあってですね、これが一番下につくんですよ。でこれに網って言ってですね、ちっちゃなエビをここにたくさん詰め込んで、この上にですね、針がいっぱいついてるんですよ。でそれにひらひらをついてて、それが餌と間違えて魚が食いつくんですね。でこれを餌を詰めたやつをドボーンと落とすと、ここから餌がバラバラバラっとですね、散らばるんですよ。でその散らばった餌と間違えて、針についてるひらひらめがけて魚が食いついてくると、そういう仕組みです。で魚が寄ってくるとだんだん魚浮いてくるんですけど、最初はね、そんなに浅いところにはいなくて、ちょっと落とし込んでから、これをドボーンと入れるんですよね。でここはひらひらひらっとこう浮いていきますけども、これを揺すってやると、またここからまた残ってるやつが散って、魚寄せますので、散って動いてる餌と針の位置が合ってないとダメですから。落とし込んだだけでは散ったやつがもうすぐ魚が食べてしまったり流れたりしてしまいますからね。それが落ち着いてしまったら、これ引き上げてまた落とす、引き上げて下ろす、でこの繰り返しをしてもらって、ちょうど針の周りに餌が散らばっている状態を作ってください。そうすると釣れますから。わかりました。だから落とすだけではダメですよ。ちゃんと誘って、餌の周りに針がちゃんとあるようにしておいてください。違う、これ何これ、なんか石餅だったから金魚、金魚ね、金魚食べれはする金魚、これけど美味しくない。そうなの金魚、うん、金魚結構逃がしたりするやつ。あ、そうなの。じゃあ逃がす。もうずっと同じのばっかり。
だったら。メジャーになったらしいもんね。そうなんですよ。テレビでやってるでしょ、はあ、雑誌かなんか無人島のなんかで、ダッシュ島、あ、ダッシュ島の方でなんか城島さんの旅を期待しとった。期待してしまった。また来年。
リベンジしていきましょう。はい、ありがとうございました。今日の釣りはどうでしたか？釣りはたくさん釣れなかったけど、カメの手がたくさん釣れたのでよかったです。釣れた？釣れた、取れた、取れた。カメの手はどうしますか？味噌汁にする。そう、味噌汁になんかこう出汁って飲む食べます、はい。じゃあ次回、今度のコンピーズの時に亀の手の味の感想を教えてください。わかりました。よろしくお願いします。さよなら。さよなら。バイバーイ。バイバーイ。今日一日コンピーズの活動でサビキ釣りをしてきました。なかなか味とかは釣れなかったんですけれども、子供たちはすごく楽しんでいました。次回はまたリベンジしたいと思います。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またね。バイバーイ。